こんにちは、マサン6494です。今回は、自殺希望者の隠れ家の自殺をしたい、訴えたい気持ちがある。今回は、学生の方限定にさせていただきます。これから自殺する予定の方の、訴えたい気持ちがある人、自殺をしたい気持ちがある人について、お話を聞くので、お話聞かせてくださいという動画になります。はい、ということで、最近学生の間というか、自殺、飛び込み自殺が多いかな。ここ最近は多くて、下は中学生から大学生までかなの間ですごく多くて、大体が家庭環境、いじめとかが多いかな。それで、すごく自殺率が高くなってきてるんですけど、大体すごくそういった位置にいる人は、周りに話せる人がいなくてとか、いなくなっちゃってとか、それしか考えられない状況に陥っている方が多いと思うので、今の立ち位置的に第三者的な接点がない、そういった立ち位置にちょうどいるので、すごく気軽にって言ったらあれなんですけど、お話をしてくれれば、少しは気が休まるかなとか、晴れるかなと思っているので、そういった話を聞いてくれる人なんだなと思ってくれれば嬉しいです。いろいろとできることはやらさせていただきます。普通に全然お話聞きますし、普通に直接話したいとかいう方がいらっしゃったら、電話でも大丈夫ですし、都合が良ければ、お会いしてお話しすることもできるので、なんでそこまでやってくれるのって言われると、すごく、一度自分自身が自殺未遂をやったことがあって、それもあるんですけど、自殺関連多く取り扱ってて、一人でも、もし自殺をするにしても、一つ、気が休まるものがあってから死ぬのと、死なないのとで、全然違ってくると思うんで、死んだ後、死んだ後は結局、無になってしまうかもしれないけれど、でも、少しでも、気持ちで分かってくれる人がいたんだと思って、死んでいくっていうのは、また別なんじゃないかなと思っているので、あと、そこで、踏みとどまってもらって、また良い人生を歩んでいってほしいなと思ってるので、そんなところです。はい、めちゃくちゃ悪用しようとかそういったことは全く考えてなく、少しでも困ってる人の役に立てれば、自分自身の価値があるのかなと思う
ているので、まあ、そんな感じでございます。なので普通になんか むしゃくしゃして誰かに話聞いてもらいたいっていうことでも大丈夫ですし、うん、何でも OK です。なので連絡してみてください。はい、ということで今回は自殺希望者の隠れ家の自殺をしたい、訴えたい気持ちがある、まあ、今回は学生の方、もし話したいことがある人は教えてくださいといった動画でした。それではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。